4号艇石川慎司選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずは準優勝戦を走り終えて現段階の船足の評価を伺いますか。そうですね、まあ周り足はねしっかりしてるかなとは思うんですけど、はい、いいエンジンなんでね、はい、もうちょっと出そうな気はするんですけどねっていう感じですかね。なんとかまだ調整に関しては少しモヤモヤするような。そうですね、なんかもうちょっと出したいですね、はいはい。ちなみに準優勝戦の感触、道中などいかがでしたか。はい、もうちょっとね気温が下がると思って、はい、ちょっとプロペラを、まあ、回転を抑えていったんですけど、はい、なんか意外と気温変わらなくて、はい、ちょっと重かったですね。ただねやっぱりエンジンいいんで、はい、なんかこう多少ずれてもね、なんかなんとかなってる感じですかね、今節は。はい、はい、まあ、節感通して乗り味の面とかも、まあ乗り味はまあテクの問題だとは思うんで、あんま気にしはないんですけど、はい、もうちょっとこう握った時の反応が良くなってくれたらなとは思ってます。はい、明日はプロペラ中心になりそうですか。いや、あの本体やります。ずっとね今節できてなかったんでプロペラしかやれてなかったんで、はい、うん、ちょっと気になるところがいくつかあるんでそこをやってみます。はい、明日優勝戦は4号艇となりました。はい、改めてコース、レースイメージ伺えますか。まあね、あの周りの選手にね菅選手マークしたらって言われたんですけど、まあそれも一つの手かなとは思うんですけどね。まあスタート、はい、まあ自分の行けるところからかなとは思ってます。はい、そのスタートなんですが今節、はい、関東の比較いかがですか。いや難しいですね。あ、まあ早かったり遅かったりで、とりあえず特訓でしっかり掴んで、はい、行かないととは思ってます。わかりました。それでは最後にファンの皆様へもう一言お願いいたします。はい、ね、明日は面白いメンバーになったと思うんで、面白いレースをします。頑張ります。